合不動産会社東方辞書がお送りします。ベイ FM トラフィックアップデート、日本道路交通情報センターの鈴木さん、お願いします。はい、東京外環道の内回りが事故のため通行止めになっています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう内回りは、高野ジャンクションと京葉ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。並行する千葉の国道298号線は、松戸市方面に向かう内回りの市川市東上小学校前で4キロの渋滞です。千葉県の京葉道路は上りの穴川インターで10キロ、船橋インターで3キロの渋滞です。蘇我インターから京葉ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは、アクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道に伸びて10キロの渋滞です。首都高速道路は7号線の下りが亀戸に乗用車が止まっているため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。鈴木さん、ありがとうございました。 BFM トラフィックアップデート、次は5時18分頃にお伝えします。